その言い方足らんかった。勝ったら足らん悪口Oh,
りです、風船詐欺です、こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうちょっといっぱいじゃないですか。すごいですね、皆さん今日お越しいただいて本当にありがとうございます。いやもうね、4ヶ月空いたんですね、ライブが。で、あの1月にこちら出させていただいて、まあ、さらにあの人数がですね、いっぱいということで、で、4ヶ月ライブなかったのも、まあ、割とうちら久しぶりなんで、ちょっとみんなふわふわっとしてて、リハの時も結構ふわっとしてましたね。あれちゃんとしてましたよ。え、ほんま？何言うてんの？これね、さっき頭につけてたよ。ないないよ。まあまあ可愛かったでしょ。ずっと探してびっくりしたわ、ほんまに。そんな感じなんですけどね。そうなんですよ。ちょっと待って、何言うんやったっけな。足で。そうなんですよ。あのね、新ネタですね。あのこの4ヶ月の間に、前にその出させていただいた時も2ステージしたんですけれども、またお客さんからあの後で感想が、あのもっとやってって言われたっていう。曲が少ないって言われて、あともっと喋れって言われたらしくて、曲でももうほとんどやっちゃったしないなぁ言って、ね、まあ、あの楽器隊がね、頑張ってこの4ヶ月で8曲、やってくださいまして、その中からね、無理やり覚えさせられて、まあ風船メンバー、前のメンバー知ってる方とかは新曲じゃないかもなんけど、今のメンバーの、まあ、方の新曲ですね、8曲の中から今日は7曲1曲ちょっと置いといて、また次回に。そうなんです。今日7曲やりたいと、いろんなところにあの入ってますんで、で、あの前回リクエスト曲をね、あの書いてもらって、あのそのリクエストも参考にしていただいたので、どっかであらかしないわみたいなのもあるかもわかりません。だから楽しみにしていただいて、じゃ あ, あのこのまま次の曲いきますか。はい、そんな感じで最後までどうぞよろしくお願いいたします。
さっきのね、白い小鳩って言うんですけど、あの首里英子さんの曲なんですけども、あのもともと北国行きでは前からやってて、でメンバーがね首里英子結構好きなんですね、なんか知らないけど、であのちょっと新しいやつやろうかってなって、リクエストにもありました白い小鳩って書いてくれた人がいたんで、あのちょっとさせていただきました。であの激しい歌なんですけど、結構歌詞がね悲しいですよね、多分売られてる感じ、なんかあの色町やっちゃうかなと。ほんであのなんかここから逃げるわって言いながら、多分逃げられへんやろうなっていう、こう想像させる、なんかね昭和歌謡の世界なそこまで、そこまで、あの妄想マニアやからめっちゃそう、すごい考えそこまで思いながら歌ってんの。あの負けないわとか言ってニヤって笑ったりとかでも負けんねやろなっていう、この歌は本気にさ、恐ろしいよね昭和歌謡ね、本気で聴いてたら怖いですよ、結構怖いじゃん、ほんま怖いね。で次の曲もね、恨みつらみ、次の曲も怖い、あの多分ね風船史上一番暗いと思います次の曲ね。はい、こちらのリクエストにございました。まあご存知の方たくさんいるかと思うんですけども、まあ何しか暗いです。もうこれタイトル言わんと始めちゃう、まあ暗いけどね、懐かしいなぁ思って聞いてもらったよね。あ、はい、だって全部そうやもん。まあ昭和歌謡ってそういうもんじゃないですか。そうだよ、ね、何今一瞬中尾明になったよそうだよやめて、もうちょっと緊張してもすみません、ウエスト細いんで、はいはいわー、
先輩のバンドさん、ビートライブさんがね、お辞儀しはるんですよ、曲のことにね。それをちょっとね、あやかろうかと思って。あやかってます。パクってます。ね、はい、それではここでですね、メンバー紹介をさせていただきたいと思います。はい、ね、どんなやつらでやってんねんと、人隣をですね、見ていただくコーナーです。どんな方々でしょ。あ、はい、失礼いたしました。大阪のもんで。そうなんです。では風船ではですね、一応お題がありまして、でそれに答えていただく形で、皆さんちょっとずつ喋ってもらいます。だらだら喋らないでね。で、今日のお題なんですけども、今日はバンドし始め、皆さんバンドマンですよね、ミュージシャンですよね。はい、で初めてコピーした曲って何なのよと、ちょっと言ってみてよ。初めてコピー。そう、それちょっとジェネレーションギャップも感じれるかなと思って。それはバンドでない方の。そうだね。弾き語りとか。
弾き語りダメ。僕弾き語りミュージシャンやねんけど。そう。そう。そんなそんな。一応コードしてんで。あ、もう、うん、なんちゃって弾き語りしてる。四つ五つしてね。あんま変わらんな。そういうことでね。じゃあじゃあそのまあそうだね。じゃあはい。ベースの、ベースやってます竹内です。わかるわかるわかる。僕たちにコピーしたのは、高校1年生の時に、はい、ビートルズのゲットバック。あらーゲットバックわかるず、はい、ベースでその時もボーカルだった。いや、めっちゃええ声なんですよ。そうそう、ええ声してはるからね。そうめっちゃええ声なんですよ。NHK のアナウンサーに。また言う、前回続けてまた言ってます。じゃあ、竹内さんです。はい、王子と、私たちは王子という名前でですね、取り合っております。小川優子とね。はい、じゃあ、続きまして、じゃあ小川優子いっちゃう。何やったかなぁ、ミスタービッグのヒラリ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 って何やった。キリエ。そうそう、それ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 です。はい、あ、誰かがなんか ありがとうか、さっき。あ、それを、ボーカルで。それを、え、ボーカルで。残念ながらギタリストで。ギタ、嘘やん、それ。そうです。これで、はい、鍵盤でしょ。はい、小川優子。いやミッキーだの、ユーコリンだの、鬼軍曹だの、いろいろ好きなように呼んでください。鬼軍曹って誰がつけたの。私、あなたも。だって怖いねん、もう。怖くないです。優しいですよ。はい、じゃあ、次は、じゃあ、んジョン万次郎。はじめまして、ギタリストのスローハンドと申します。よろしくお願いします。私は固い。初めてバンドをやりたいなと思ったのはバックトゥザフューチャーの、お、いや、じゃなくて最後、そう、ジョニー・ディフットですね。マイケル・ジェイ・フォックスが弾いて、あれを見て、それと学祭でバンドをやろうと。だから最初にコピーしたのはジョニー・ディフットです。はい、あ、ギターで、はい。あ、最初けどね、ドラムやりたかったけども、リズム感ないから、ベースやれって言われて、いや、けどベースもリズム感必要やから、サイドギターやってろって言われて、そこからスタートです。はい。悲しい過去、はい。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 たしのさんです。たしのさんね、YouTube に上がってる動画のね、フルサイズは後ろにいらっしゃる方が撮ってくださってるんですけど、はい、あ、言うていいの、ヒデさんが撮ってくださってるんです。ヒデさん、いつもありがとう。いつもありがとう。エミタイムありがとう。で、その中ね、あとね、編集して1曲ずつね、すごい編集してあるのがこの方の、カメラでやっていただいて、今日はカメラは何台？1台。あら、なんで？あら、今日は演奏に集中しました。ほんまに？カメラマンちゃうかったんすか？左好きだったんや。めっちゃゴニゴニしてるやないか。そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあ今日ギター、まだまだ頑張ってください。演奏に集中するからカメラ1台、はい、の割に、あ、続きまして。はい、なんかあのね、初めて練習した曲はね、お気に入られた遊びやったんですけどね。時代やな。いつのお父さんと時代やな。言いたくないんですけどね、はっきり言ってバンドでやったら覚えてないんですけど、うん、多分ね、すぎて、あ、はい、アンダーイラブハーやったと思います。ビートの先に、あ、おそらく、ここ京都ですからね、僕それがね、皆さん知ってる吉田山の上でね、練習したの、それが多分先やったと思います。あ、そうなんです、山の上で、山の上で、のっぱらで、ちょっと、どうしたの。あ、京都の出身ですもんね。そうなんです、実は京都出身の元の、仲良くしてください。しげにいいですね。まあ、私もですね、私は、まあ、バンドやり始めたの遅かったんで30の時ですかね。で、その時にやったのコーラスで参加してたバンドで、何だっけ、
知らんよな。うんとね、3曲あるんですけど、ツイスト&シャウトと、そうで、あとオールオブミーっていうジャズの歌ですか、ちょっと、ね、なんか難しいやつやらされたんですよ、初心者なんで。それと、あの君の瞳に恋してるをやりました。はい、そんな感じで、ボーカルのミュームです。30歳から、ね、バンドやった割にはやベテランぶってる。あ、いやいや、だってやっぱりね、堂々とここでだったら見てる人が、ここだけじゃなくていつも、そうやね、言うだった。YouTube の皆さん、まあ、ちょいちょい分かっていくと思います。YouTube の皆さん一回言いましたよ。はい、じゃあどうぞ、あの最後締めてくれる。締めるというか、私もね、あのバンドはね、まあすみません、あのね、私、バンド、あの音楽、そうそう、あのね、バンドでやったのは多分やけどね、千春ですわ。千春の車を止めてってしてあります。知らない。あ、はい、もうちょっと寒いですよ。松山ちゃんのね、あのロマンっていうアルバムがあるんですよ。それも大傑作やから、うんね。ほんであとはね、アイスハースタンディングゼアやりました。あら、うんうん、あのビートルズ、ビートルズ、あれは友達の家でね、初めてビートルズ聞いたんですよ。初めてね、あのビートルズ聞いたんですよ。あのレコードでプッと置いてね、ワン、ツー、スリー、フォーで、あれで僕ね、カルチャーショック受けたんですよ。はい、もう、はい、すいません、いやいやいや、友達ですか。あの大御所の方ですよね。え、ね、すいません。まあ、なすかで、ね、ビートルズは大好きです。はい、はい、しております。はい、はい、はいはい、もういい。はい、はい、どうもよろしくお願いします。可愛、はい、はい、ですね。みんなに言われる、ゆるキャラだね。いや、もうほんまに申し訳ございません。すいません、ほんますいません。そんな感じの、まあ、我々風船詐欺でございますが、もう一人ね、パーカッションの担当の人がいるんですけど、はい、あの、ね、次回、そう、次回8月の時にね、多分来てくれると思います。乗るんでしょうか、ここにね、ちょっと狭い、あのちょっといっぱいいっぱいけど、私踊られへんかもしれんけど、でも8月来ると思う。どうやろう、え、コンガの人ね。そうやね、コンガの人。まあ、前に行ったらこうコンガ3つあるの、していただいても。なんやねん、私あれバスドラじゃないの、あ、ベイドラ、何でもよ、はい、で、フロアタムやな。はい、で、あの、しげさんがですね、実は、お、とつい、ちゃちゃちゃ、25日に、ちゃちゃちゃ、26日に、お誕生日でした。わー、おめでとうございます。何ですか、ちょっとかっこいい、今でもボーカリストとして、もうかっこいいですよ。まあ、これからまだまだいっぱいこのギターをですね、楽しんでいただきたく、続きましてはですね、その、ギター、このお二人のハモリから始まるツインギター、うん、から始まる、ヒゲさんカウントで始まります。桃井ちゃんの曲をやりたいと思います。はい、では行きましょうか。
私たちは、休憩してまいります汗かいたしね。なんでまたこちらのですね、美味しいお酒と美味しいお料理とで、仲間たちとのご歓談でですね、ちょっと待ってていただいて